デリック・コールマンは NBA で活躍した元、プロバスケットボール選手。ポジションは、パワーフォワードとセンター。身長208センチ、体重104キロ、左利き。ヤングカールマローンと呼ばれ、新人王を獲得した。ボールハンドリング、インサイドの強さ。 高確率のミドルシュートなど優れたポテンシャルを秘めていたが、素行の悪さからその実力をうまく発揮できず問題の多い選手として知られる。シラキューズ大学で大学史上初の2000得点、1500リバウンド、300ブロックをマーク。1990年の NBA ドラフト全体1位でニュージャージーネッツに指名されたルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得。翌年には ケニー・アンダーソンとのコンビで注目され始めた。この頃は平均20得点、平均10リバウンドを記録できる優れたインサイド選手だった。チームはコーチにチャック・デイリー、選手にクリス・ダドリー、テリー・ミルズやクロアチア人のドラゼン・ペトロビッチが所属し、競合チームになると思われた。しかし、1993年にペトロビッチが交通事故で死去するとチームは、 希望を失っていく。1994年には NBA オールスターゲームに選出されている。1994年ドリームチーム2に選出されバスケットボール世界選手権で優勝を果たした。1995年にショーン・ブラッドリーとのトレードでフィラデルフィアセブンティ・シクサーズに移籍した。1995から96年は心臓の不整脈で11試合しかプレーしていない。 その後、シャーロット・ホーネッツ、再びセブンティン・シクサーズ、デトロイト・ピストンズに移籍した後に引退した。ありがとうございます。